かくそれを何とかしようということ、歴史的にずっといろんな策が練られてきました。72年、田中角栄内閣の時ですけど、日本列島改造論であったりとか、大平さんの時ですか、新幹線、あ、公共事業ですね、いろんな整備、新幹線何とかしましょう。田中角栄さんやってくれました。ところが地方に行くんじゃなくて、逆にストロー現象がこのままありますよ。吸い上げて、首都圏に集まってきちゃうっていう結果が生まれちゃって、どんどん人が真ん中に。で、2014年の安倍さんですけど、地方創生を掲げましたけれども、中央省庁の7組織について検討されていますけど、全面移転するっていうのが決まってるのが文化庁だけっていう。でその文化庁もまだ京都に移ったわけではないという。まあ、なかなか、だから岡崎、進まないのが現状。はい。私も地方創生国の会議で関わってたんですけど、その会議では仕事を、若い人の仕事を地方に作るということを、まあ、主眼に置いていて、それ自体は正しかったと思うんですよ。ただ若い人が仕事を作るのは非常に難しい、しかも魅力ある報酬仕事を作るっていうのはやっぱり地方にとってそう簡単ではなかったんで、そういう意味では東京にずっと負けてきた。仕事がやっぱりキーワードになってくる。